最後はジャイブです。世界のトップ、マリトーシー組です。フィットの正解ですね。最初は驚かず突然始めるいい感じです。はい、金光組いかがでしょうか。この金光組も遊ぶところ、そして軽快なところ使い分けていて、とても楽しいジャイブだと思います。スクス組です。スクス組もよく見るといい表情してますよね。はい、見ていてとても楽しくなりますね。ヘソコ組、ここも体力があるので全然疲れてませんね。最後の種目です。はい、ちょっと踊っています。はい、西島組です。2人の動きがしっかりやってますね。立石組、立石組も彼はですよ、非常に軽快に踊っていると思います。小田組です。全く疲れていませんね。はい、膝も上がってますね。そうですね、膝も上がってますね。あと10曲くらいいけるんじゃないですか。マリトーシー組、非常に軽やかで最後まで見せてくれました。ジャイブを振り返ります。西島組です。はい、西島組の軸足の弾むリズムの切り方が非常に合っていますね。だからこの2人のキックの角度やステップするタイミングなど